照射療法って言って、耳の炎症を鎮めるために一度お耳療法を、はい、赤い100があります。100でいいですか？はい、100で100の2分で。で、まあ元々はさ、人間で慢性疼痛、首が痛い、腰が痛い、関節が痛いでやるんですけども、そこに当てて血流を良くして炎症を鎮める。あと皮膚病、まさしく外痔や、あと怪我とか脱毛症とか、そういうところに当てて血流を良くして炎症を鎮める。それをちょっとやりますね。で、あとはこのシリピナットを出しますから。で、ちょっと今の取れた耳垢を調べますんで、すぐに見れるから。お利口さんだ。回られますか？ちょっと待ってください。ちょっと狭いですけど、どうぞ。まずこういう耳してる。毛が耳の中から毛が生える。から季節、気温が高くて湿度が高いこの季節だということ。それからあとこの子がもしかしたら外耳炎になる子はアトピー素因があるかも、可能性もある。だからそういう子は耳だけじゃなくて、例えば足先とかね、手の前とか口の前とかお尻の前とか、まあ、この子ではないけど、こういう脇とかね、こういうとこも痒くなっちゃう子もいますんで、まあ、そこはちょっと、もしそう他も痒があるようだったらちょっと言ってください。最初耳で出てくる場合もありますのでね。耳の毛を切った方が、中を切った方がいい。あ、毛は抜く。あ、抜くの？抜く。だからトリマーの子は抜いてくれてると思うんですけど。今日って どうでした？いや、トリミング行った直後なんで、抜けてたんですか？まあ、抜けてはいたけど、まだ残ってました。で、毛はいっぱい生えてたから、ちょっと。それをちゃんとやってくださいってお願いです、うん、毛を刈るのはトリミングではなかなかやらないんじゃないかな。あ、そうなんですか、うん、動物病院と併設してるところだと切ってくれるかもしれないけど、普通はあんまり毛は切らない。あ、じゃあ病院行った方がいい、うん、外人が時はね。ただ外人がなければそこまで切らんでもいいんですけども、もうだってこあんな毛が入り口にいっぱいあったら手入れもできないじゃないですか、うん、薬も入れられないし、だからちょっと毛は刈りました。それで、はい、じゃあちょっと、じゃあ座ってもらって、はい、ごめんなさい。で、この子ちょっと抱っこしてください。抱っこしてください。